はい、あ、お疲れ様でした。お疲れ様です。2回戦進出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今回の地域チャンピオンズリーグを総括してどんな大会でしたか？そうですね、まあ、チームが一つにさらに強くなれたというか、さらに一つになれたみたいなところの大会だったかなっていうふうに思っております。今年1年やってきて、あ、こうチームが一丸となってるなって思えるようになったのっていつ頃ですか？そうですね、まあ、リーグ戦で連勝を続けていく中で、まあ、連戦もあった中だったんですけど、まあ、勝ち続けることとか、まあ、キーになったのは栃木戦かなっていうふうに思ってます。まあ、ボンズとブリオベッカに連勝して、その後栃木に勝って、そこからはすごい一体感みんな出て、そこからなんか流れに乗ってここまで来れたかなっていうふうに思っております。力也選手にとって地域リーグでプレーする意味っていうのは何だと思いますか？そうですね、僕の場合はなんか個人、自分のためのサッカーじゃなくて、まあ、チームのためのサッカーができるというか、まあ、何かみんなで目標を持って一つになってそこに向かっていく、それができるのがまあクリアソンでもありますし、まあ、地域リーグの良さなのかなというふうには思っているっていうところです。はい、それを、はい、この先こうカテルが上がるとして続けていく秘訣っていうのは何かありますかね？そうですね、まあ、続けていく秘訣難しいですけど、まあ、一人一人が本当に、主体性を持ってというか、まあ、自分がやってやるとか、まあ、なんか自分がこのチームに何ができるのかみたいなところをなんか常に考えていける、いくっていうことが、なんかそういったものを成し遂げることに必要なのかなっていうふうには思っております。ありがとうございます。はい、入れ替え戦頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。